こんにちは。高熱が続いており声が出ないので、今日だけ動画全編自動音声ソフトで作らせていただきます。ご了承ください。まずはニュースを読んでまいります。ウクライナの反転攻勢、戦略的要衝に到達できず。アメリカ情報機関分析。アメリカ紙ワシントンポストは18日付朝刊で、ロシアの侵略を受けるウクライナが反転攻勢で当面の目標にしている同国南東部の戦略的な要衝メリトポリに到達できないとするアメリカ情報機関の分析を報じた。関係者の話として伝えた。ウクライナ軍はメリトポリを奪還してロシアの実効支配地域を東西に分断することを狙っているが、年内の達成は困難と見られている。メリトポリは南部ザポリージャ州の主要都市で2つの幹線道路が交差し、鉄道も走る。ロシアはメリトポリを経由して2014年に一方的に併合した南部クリミア半島から侵攻後に実効支配した地域に兵員や装備などを移送している。同紙によると、ウクライナ軍はメリトポリから北東に80キロ以上離れたロボチネから南下している。しかし大量の地雷や塹壕が張り巡らされたロシアの防御線が進撃を困難にしているといい、このままではメリトポリから10キロ前後離れた場所にまでしか到達できないと分析されているという。ウクライナ軍は6月上旬に反転攻勢を開始。アメリカから供与されたブラッドレー歩兵戦闘車やドイツ製戦車レオパルト2などを投入したが、最初の1週間で大きな犠牲を出した。米英とウクライナが共同で実施したシミュレーションでは、ウクライナ軍は相当の犠牲を受け入れて防御線を突破すると想定していたという。しかしウクライナ軍は犠牲を抑えるため、小規模の部隊で様々な方面から攻める戦略に転換。アメリカ国防総省はウクライナ軍に大規模な兵力を一箇所に集中させて突破するように繰り返し助言したとされる。アメリカや欧州は侵攻以降、ウクライナに巨額の軍事支援を実施してきている。同紙は反転攻勢の行き詰まりで米欧とウクライナ側で責任のなすりつけ合いが始まったり、アメリカ内で軍事支援のあり方をめぐる議論が活発化したりする可能性を指摘している。このように報道されております。ウクライナ軍は現在、1ドネツク州とザポリージャ州の宗教地帯をマリウポリ方面へ南下する攻勢軸、2ドニプロ川東岸への渡河作戦、3ザポリージャ州オリヒウからメリトポリへ南下する攻勢軸。この3つの攻勢軸を同時進行的に行っております。付け加えますと、これにクリミア大橋やクリミア半島とヘルソン州を結ぶチョンハル橋、ヘニチェスク橋を叩き、ウクライナ南部に展開するロシア軍への兵站、物流に打撃を与えています。この報道の中でアメリカ紙ワシントンポストは18日付朝刊で、ロシアの侵略を受けるウクライナが反転攻勢で当面の目標にしている同国南東部の戦略的な要衝メリトポリから10キロ前後離れた場所にまでしか到達できないとするアメリカ情報機関の分析を報じました。そして要衝メリトポリにウクライナ軍が到達できないというアメリカ情報機関の分析は一人歩きし、さもウクライナ軍の反転攻勢は失敗するかのような雰囲気を醸成しているようにすら見えます。こうした中、このアメリカ情報機関の分析に関して ISW は次のような見解を示しております。原文が英語でありましたので、僕の方で和訳要約させていただきました。ご了承ください。ワシントンポストは8月17日アメリカ情報機関がウクライナ軍の反転攻勢はザポリージャ州西部のメリトポリに到達できず、クリミアへのロシアの陸橋を切断するという主目的を達成できないと評価していると報じた。伝えられるところによると、未検証の諜報機関の評価は、効果的なロシア軍の防衛作戦と密集した地雷原がウクライナの前進を制限しており、今後も制限し続けるだろうと述べている。匿名のアメリカ当局者は、ウクライナ軍はメリトポリから数マイル以内までは進軍するが、それ以上は進軍しないと述べたと伝えられている。ウクライナ軍がメリトポリから数マイル以内まで進軍すれば、ロシア軍の兵站、物資補給のために依存する重要な道路と鉄道がウクライナ軍の砲兵システムの射程内に入り、それはロシア軍の兵站、物資補給を続ける能力を著しく損なうことになる。公表された報告書からは、なぜアメリカ諜報アナリストがメリトポリ奪還がウクライナ軍がロシアの陸橋を切断できる唯一の方法であると結論付けたと伝えられているのかは不明である。実際ISW はウクライナ軍にはアゾフ海北部沿岸に沿ったロシア軍の重要な兵站、物流ルートを遮断するための多くの選択肢があり、メリトポリの奪還はそのうちの一つに過ぎないと評価している。このように報告されております。つまり仮に万が一ウクライナ軍がメリトポリから数マイル以内までしか進軍できなかったとしても、そこまで行けばロシア軍の兵站、
物資補給のために依存する重要な道路と鉄道がウクライナ軍の砲兵システムの射程内に入ります。これはウクライナ軍がメリトポリに展開するロシア軍を兵糧攻めにできることを意味します。次回の反転攻勢を始めるまでの間の秋冬の季節に兵糧攻めにされるメリトポリのロシア軍がいつまで持ちこたえることができるのか押して知るべしだと思います。つまりウクライナ軍がメリトポリから数マイル以内まで進軍すればロシア南部ロストフナドヌーから E58、M14 道路を西に進みウクライナのマリウポリ、ベルジャンシク、メリトポリを通りヘルソン州まで続くロシア軍の主要補給路をメリトポリで攻撃しメリトポリより先にはロシア軍が物資などを運搬できなくなるようにすることができます。このことはメリトポリとヘルソン州のロシア軍への兵站、物資が停滞し滞り事実上メリトポリとヘルソン州のロシア軍の分断、孤立化に成功することを意味します。これは軍事的に見れば大きな戦果だと思います。ですので万が一アメリカ紙ワシントンポストが報じたロシアの侵略を受けるウクライナが反転攻勢で当面の目標にしている同国南東部の戦略的な要衝メリトポリから10キロ前後離れた場所にまでしか到達できないとするアメリカ情報機関の分析通りになったとしてもそれはウクライナ軍の反転攻勢の失敗を意味するのではなく事実上メリトポリとヘルソン州のロシア軍の分断孤立化に成功することを意味します。またウクライナ軍は他の方面でも反転攻勢を進めております。そちらの方面でもロシア軍の兵站、物流網を遮断することが可能です。ウクライナ軍は16日東部ドネツク州の集落ウロジャイネをロシア軍から奪還しました。ウロジャイネの南約 6km にはスタロムリニューカという町がありここを突破しますと T0518 道路でアゾフ海に面したマリウポリまで行くことができます。ウクライナ軍がスタロムリニューカを奪還しますとマリウポリまで約 80km となります。これはマリウポリのロシア軍高価値軍事目標やロシア南部ロストフナドヌーから E58、M14 道路を西に進みウクライナ南部マリウポリを通過しメリトポリまで続くロシア軍の主要補給路がウクライナ軍のハイマースの射程内に入ることを意味します。これは事実上ウクライナ南部に展開するロシア軍がほぼ分断されることを意味します。さらに現状ウクライナ軍はドニプロ川東岸への渡河作戦を進めております。ウクライナ軍はドニプロ川東岸のホラプリスタン地区、ヘルソン市南西約 15km の地点、ドニプロ川東岸のアントノフスキー橋周辺、ドニプロ川東岸アントノフスキー橋周辺から北東約 11km の地点のコザチラジリ周辺の3カ所で橋頭保を築き始めているとみられます。またドニプロ川東岸コザチラジリ周辺などにウクライナ軍が安定した陣地を築きますとコザチラジリからクリミア半島の付け根は約 80km の距離です。これはクリミア半島からヘルソンへとつながるロシア軍の兵站道路などのチョークポイントがウクライナ軍のハイマースの射程距離に入ることを意味します。これに加えウクライナ軍はクリミア大橋へのドローン攻撃などを今後さらに行う可能性が考えられます。そうなりますとクリミア半島は事実上孤立化する可能性があります。このように様々な情報を見てまいりますとウクライナ軍がメリトポリやマリウポリなどを奪還できなかったとしてもそのことでウクライナ軍の反転攻勢が失敗とはなりません。メリトポリやマリウポリなどを奪還できなくても南部のロシア軍を分断孤立化することは可能です。今後ウクライナ軍の反転攻勢が進むにつれていろいろな情報が出てくると思いますが情報戦の側面という可能性も考慮して一つ一つ冷静に分析していくことが重要だと思います。こうした中西側諸国は今こそさらに一致団結し毅然とした姿勢を示しウクライナを支援し続けるこのことが非常に重要であります。1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻すこのことが最重要であります。そして国際社会の平和と秩序を守り抜くウクライナの平和を守り抜くこのことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネルネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますのでそちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちましてこのチャンネルもチャンネル登録者数22万人を超えました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。